ドリーム VS テクノマイクラ頂上決戦、最強のマイクラプレイヤードリームとテクノブレードですが、皆さんはどっちが強いのか疑問に思ったことはありませんか？世界一の YouTuber ミスタービーストは賞金1000万円をかけ、この2人の頂上決戦を行いました。ルールは10回戦のうち6回勝った方の勝ちで、得意なバージョンが違うため公平にするために毎回バージョンの変更を行い戦います。1回戦目テクノブレードの有利なバージョン 1.8 で始まり、見事テクノブレードが勝利しました。しかし2回戦目ドリームの有利なバージョンにて、今度はドリームが勝利しました。途中テクノが優勢になるものの、ドリームが巻き返し、8試合目4対4で同点になります。しかし9試合目テクノが勝利し、引き分けかテクノの勝利かのどちらかになってしまいました。そしてついに最終決戦が行われます。戦いは白熱し、2人の体力が並び、どっちが勝ってもおかしくない状況の中、テクノの一発により決着がつきました。これによりマイクラ頂上決戦の勝者が決まりました。最終的にテクノが勝ちましたが、実力が拮抗しているのが本当にすごいです。みんなも吉田沙保里と頂上決戦してみてね。バイバーイ。